1分でわかる長渕剛。長渕剛は、日本のシンガーソングライターです。その男気から熱狂的ファンが多いです。また俳優としても活躍しています。鹿児島県に生まれます。吉田拓郎に衝撃を受け、フォークシンガーを志します。シングル姉の嵐山でメジャーデビュー。純恋歌など、透き通った歌声で歌謡曲色の強い楽曲を発表します。アイドル歌手の石野真子と結婚。離婚。ドラマ家族ゲームで主演を務めます。また、この頃から桑田佳祐との不仲説が囁かれます。乾杯、トンボなど、メッセージ性の強い楽曲を相次いで発表。徐々にマッチョになり、歌い方も変わります。清原和博の引退セレモニーに参加。デビュー30周年で発売した DVD が、当時売上歴第1位。長渕剛の今後の活躍にも注目です。